や素晴らしいステージでした。まさかのゲットワイルド、ね、手話担当の橋本さんも横ではぁはぁっておっしゃいながら見てましたさあ、今夜5組目のアーティストをお呼びしたいと思います。橋本桃子さんです。宮城県出身のシンガーソングライター。高校2年生からシンガーソングライターとしてライブ活動を始めていらっしゃいます。専門学校で2年間の音楽活動を経て2017年に上京。人や命や自然の美しさを歌っていらっしゃいます。橋本桃子さんです。どうぞ。ステージの上ちょっと準備をさせていただいてますけれども、今日はねアーティストがたくさん出てくださいますので、ちょっと転換にお時間いただいております。どうですか皆さん、ライブいつもとライブ音ちょっとまろやかじゃないですか。ちょっと うなずいてくださってる方もいらっしゃって、まだ聞いててそんな気がするんですけどね。ソノリティという音楽システムを使って今日は皆さんに素敵な音楽を届けております。誰かきっとねお目当て のアーティストの方がいらっしゃって来てくださってると思うんですけども、ぜひ他のアーティスト の良いところもね見つけて行っていただければなと思います。橋本さんいかがですか。はい、シンガーソングライターで自分でね曲を作る上で結構長い時間音楽一日聴いてらっしゃいますか。そうですね、聴くことは多いですね。そもそもその曲作る以前に音楽が好きなので聴、はい、く時間は多いと思います。なんかこう耳に優しいなんてことを今まで思ったことありましたか。その今回のイベントもそうなんですけれども、そのドラマーの都市長井さんに出会った時に、はい、そのイヤホンだったりスピーカーの耳を守るためのスピーカーっていう話をすごく聞かせていただいて、そこからそうですね勉強するようになりました。そうですか。イヤホン、ヘッドホン両方お使いになりますか。イヤホンの方が多いですね。なんか前までは大音量でこう街を歩く時とか聞いてしまってたんですけど、それから気をつけるようにはなりました。まあ、だいぶ違いますよね耳に。そうですね、その優しいという、ね、考え方が新しいかと思うんですが、宮城県出身ということで、はい、何か東京に出てきて生活は変わりましたか。生活は変わりました。まず一人暮らしっていうのと、あと街が人が多いと電車が多い電車に人が多い。電車が多い。人が街歩いてる人が多いのと、はい、電車の本数が全然違います宮城は1時間に1本で、遅れたら何時間待ちっていう当たり前だったので、はい、地下鉄、ね、半蔵門線も4分に1本ぐらい来ますもんね。そうですね、ね、ステージ転換の方進んでおりますがどうでしょうか。そろそろお願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、では橋本桃子さん準備の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。橋本桃子と言います。よろしくお願いします。淡い色っていう曲です。シャボン玉を、人の命に見立てて書いた曲です。
ありがとう。限りなく儚い青、皆さん楽しんでますか？こうリハーサル、ありがとうございます。リハーサルを拝見させてもらってて、
すごいこうバンドのバンドだったりこう盛り上がる、それガーッと演奏してるのをこうそこで目の当たりにして、あ、そんな中弾き語りでそういう流れかと思って、改めて自己紹介させてもらうと、宮城県出身で、シンガーソングライターをしてます、橋本桃子と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。上京してからこう偶然いろいろな出会いがあって、ついこの間アルバムを作ることができたんですけど、その曲のタイトルになってるのが花という、名前で、咲くお花の花じゃなくて、こう私が飼ってた15年飼ってた犬が花っていう名前だったんですけど、ミニチュアダックスで、家族でこうずっといたんですけど、ついこの間そのアルバム作ってる最中に15歳っていう年でこう天国に行ったんですけど、その時に書いた曲で、なんかこう普段過ごしてるとあっという間に忘れちゃうんですけど、こうあったかいってすごいなとその時に思って、こう体温があるってすごいなと思って、こう人とかこうも動物とかこう生きてる間はあったかいじゃないですか。でもそれがこうなくなって冷たくなると、言い方がひどいかもしれないですけど、物に近いというか、こうそこにはもういないんだなと思って、こうだから体を借りて生活してるというか、こうそれをこう見た時にそう思って、あったかいってすごいなと思って、それを歌に残して覚えておきたいなと思って作った曲です。花っていう曲聴いてください。ちょっとしんみりするんですけど、リラックスして聴いてください。
幸せを感じたい。花戻っておいでよ。大好き花、ありがとう。家族になれてよかった。愛をたくさんもらった。私の中にいつまでも生きるよ。ねえ花、ねえ花、大好き。ひだまりでおやすみ。ありがとう。緑の月です。最後まで聞いてくれてありがとうございました。橋本桃子でした。ありがとうございます。夜明け前に何をしてる？青く光り、風がなぞる。夢のために夢に行きたくて、あれは幻か？昨日見たものは、これから見るものは失いたくない。あ、矛盾している、矛盾だらけなんだ。甘えてばかりはいられない、そうかと思えば夢から隠れる。空を見た、久しぶりだ。こんばんはと歌ってみた。星はまるで聞こえないふりね。月はそうそっぽを向いてる。Thank you.
色彩が狭間らう緑の月の横で、ああ失いたくない、これから見るものは着飾るだけで時を過ごすことはやめようよ。ありがとうございました。橋本桃子でした。最後まで楽しんでってください。ありがとうございます。